皆さん、こんにちは。6月12日、福岡のマリンメッセで行われたネーションズリーグ女子バレーボール日本対韓国の一戦。両雄ここに激突です。日韓は過去に熾烈なライバル争いを繰り広げ、アジアを代表する強豪国でもあります。そのライバル同士の対決に多くのファンが熱視線を注ぎました。試合は日本の圧倒的な強さを見せつける一方的な展開に、韓国は一時リードを奪うものの、その後は徹底的に日本に食い止められ、セットカウント3対0で完敗を喫しました。第1セットから日本がリードを奪うと、韓国は防戦一方に終始、古賀選手らの堅実なレシーブと、石川選手、林選手など若手スパイカーの活躍で、韓国の反撃を完全に封じ込めました。第2セットでは15分足らずで日本が決着をつけ、主導権を確実に握りました。韓国が我慢の守りを見せるも、ミングスパイカー陣の精密なスパイクに歯が立たず、終始リードを許す展開に追い込まれました。一時的に韓国がリードを奪った第3セットでさえ、日本は素早く反撃に転じ、林選手の怒涛のスパイクで韓国を攻め立て、逆転に成功します。その後は集中力を切らすことなく、最後まで隙を与えることなく勝利をもぎ取りました。日本の強さの源泉は何だったのでしょうか。まず、個々の選手の能力の高さが際立っていました。特に攻撃面では、ミングスパイカー陣の活躍が目覚ましく、石川選手が16得点、古賀選手が15得点、林選手が14得点と、バランスよく得点を重ねました。一方の守備面でも、ディグ力の高さが光りました。韓国の強力なスパイクをあっけなく拾い上げ、逆に攻撃のチャンスを作り出す好プレーが数多く見られました。さらに、そうした個々の力を最大限に発揮させる、チームとしての機能美も際立っていました。攻撃でもディフェンスでも、細かな動きが呼吸を合わせたようなチームワークの良さを見せ、ミスの少なさも相まって、韓国を完全に圧倒したのです。一方の韓国は、レシーブ時の集中力の低さがミスを呼び込み、チームのまとまりを欠いた攻撃で、日本の守備を次々と突破できませんでした。エースのキム・ヨンギョン選手の引退で、チームの中心が失われた影響は甚大だったようです。厳しい戦いを強いられた韓国は、第3セットで一時リードしたものの、すぐに反撃を受け、逆転を許してしまいます。そのまま最後までチャンスを作り出せず、歯がゆい完敗を喫する結果となりました。日本の実力を改めて思い知らされた韓国側は、ただ呆然とするばかり。強豪国相手にいつまで経っても歯が立たない状況に、愕然とするほかありませんでした。確かにキャリアの長い選手たちは奮闘を見せましたが、不慣れなチーム編成への理解不足などから、個々の力を十分生かしきれなかったことは否めません。この惨敗に対し、韓国国内では、チームの現状と運営への非難の声が渦を巻きました。整形に時間を割くより、練習に打ち込め。日本の実力を思い知ったか。もう言い訳は通用しない。SNS 上では、こうした容赦ない批判がおびただしく書かれ、険しい現実を突きつけられた形となりました。特に、キム・ヨンギョン元エースを頼りにしてきた戦術の行き詰まりが問題視されています。キム一人頼みで、若手の育成をおざなりにしている。世代交代ができない。キムなしでは全くまとまりがない。指導陣も含めトータルで戦力不足が露呈した。キムの不在が大きく影を落としており、再建に向けた抜本的な改革の必要性が指摘されているのです。実際、現場の選手たちも手詰まり感を隠しきれません。日本の選手たちは最後まで集中力が切れることがなかった。我々とはレベルが違う。キム・ヨンギョン時代の勢いが完全に失われてしまった。彼女がいないとこんなにも違うのか。かつては世界の強豪と渡り合える実力を持ち、バレー大国の地位にありました。しかし、現在のありさまはかけ離れたものとなっており、無力さをあらわにせざるを得ない状況に陥っています。一方の日本は、まさに世界最高レベルのチームだと言えるでしょう。試合を通じてその実力は余すところなく発揮されました。まず個人個人の能力の高さが光りました。攻撃でウィングスパイカー陣、守備ではディグ力の高さが目を見張るものでした。若手選手の台頭が顕著で、将来のさらなる伸びも期待がかかります。しかしそれ以上に、見事な連携プレーが魅力的でした。
監督の適切な手腕により選手の力を最大限に引き出す理想的なチームプレーができたと指摘する見方が多くなされています。集中力の持続性と細かいミスへのこだわり、基礎体力作りがしっかりされている、ロスターの入れ替えもうまく、誰が出ても戦力が維持できるのがすごい、長年の選手育成システムの賜物だ、日々の地道な努力の成果が形になった。確かに安定した強さの源泉にはしっかりとした下支えがあったことは間違いありません。しかしあくまで現状維持に妥協することなく、さらなる高みを目指す姿勢が大切だと分析する声も出ています。強豪国との競争は年々厳しくなる。絶対に現状に満足してはいけない。裏を返せば守りに入ると開き直る危険性がある。生む時が来ると崩壊の一歩か。韓国を支えにしつつも自らの可能性を追求し続けることが肝要だ。国際大会での成績を含め日本勢の一層の活躍が期待される反面、過信は戒められています。一方韓国バレー界には暗雲が垂れ込めています。しかしこの危機的状況こそ最高への転機ともなりうるのです。若手の抜擢と着実な育成が不可欠だ。ただし急がば回れの戒めも必要だろう。指導陣の刷新とともに新しい戦術の模索が課題。多様化を図る好機と捉えるべき。日本のシステムやプレースタイルを学びつつ新たな韓国バレーのアイデンティティを作り出すべきだ。打開策は決してないわけではありません。時間はかかるかもしれませんが、冷静な分析と着実な実行により再建への道はあると多くの専門家は見ています。まさに正反対の状況に陥った日韓両国ですが、お互いの在り方から何かを学び合う機会にもなり得ます。韓国の窮状を励みに日本もさらなる高みを目指す。一方でかつての強豪国の再興を糧に韓国も新たな進化を遂げる。このように健全なライバル関係を育んでいくことがアジア全体のバレーボール界の発展にもつながっていくのではないでしょうか。今回の一戦を通じ日本の勝利と韓国の敗北、その対照的な様相が浮かび上がりました。しかしそれぞれの現状を前に互いに学び合い切磋琢磨していく、新たな国際舞台での再戦が待ち遠しいところです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。